はい、ということで今日はどこにいるんですか？今日はですね、表参道銀座クリニックっていうのほうほう表参道銀座します。メディカルクリニックに来ています。はい、その理由としてはサプライズ動画ですね。あ、そうなん、だからちょっと読んでみたいです。はい、ダイヤンマンネブラジーその красивая мама в мире. Я всегда ухаживаю за собой и красиво себя преподносила. Моей мечтой всегда было сделать себе что-то приятное и большое, и этот момент настал. Последние годы ты всегда переживала за кожу. И как ты выглядишь? Благодаря нашей команде мой партнер и менеджер, и, конечно же, доктор. Моя мечта и твоя мечта одновременно сбудутся. Сегодня ты можешь проконсультироваться с доктором и найти самый тебе подходящий способ красоты, мама. なんでね、アスマさんがお誕生日ということで、ここのクリニックで、なんか美容のね、なんか何をするかはちょっとわからないんだけど、そう、ね、そう、まあ、お母さんに一番合った美容方法を先生とちょっと話して、その施術をプレゼントするんで、そう、じゃあ引き続きね、はい、チュー。ということでね、私をビューティーにしていただいたね、うん、先生に今日もお願いするんやけども、はい、私たちが安心できる先生にお任せをしようということで、ありがたい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、まあ、ちゃんと一回ね診察というか、うん、悩みを聞いてもらって、それで一番いい施術をぜひご提案いただきたいなと思うんですけども、はい、アスマさん何が一番悩んでますか？気になりますか？とりあえず顔のこのこう下の一番悩むよ、ここ首、こう首ここね、こう一番こう、もうなんか言葉にならへんじゃない、こうこうこう、こう、うん、多分言ってるのがずっとそのたるんでるって、いつもロシア語でたるんでるんじゃないか、皮膚がそのこう伸びてきて下にたるんでる、たるんでる、だからもうちょっと持ち上げたいとか、首元のこの顎のラインが見えなくなってきてるんじゃないか、だからここをすっきりしてたのに、うんうんうん、みたいなことを短い首がなってきて、はい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 、どうですか？ちょっとお顔触りますね、はい、右と左で気になる側ってあります？ここね、うん、こういうところね、右入り左、ここの、こういう右が気になる、これ右ですね、うん、右のこれ右ですね、はい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 、そこね、こういうですよ、はい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 、オッケーです。あとはもう、うん、このラインがない、なくなってるので、うん、右と左だと右の方がちょっと骨が全体的に前なんですよね、で左の方が全体的にこう後ろにこうシュッと入ってる方だから、こっちの方がちょっと広がって見えやすい、ボリュームも強く見えやすい側かなと思います。イメージがあ、こういう感じだったらやっぱり溶ける糸のリフトはやってあげた方がいいと思う。でも肌質自体が結構柔らかいし、むくみとか顔に出やすいです、出やすいですよね、うん、内側の脂肪の中の感じっていうのも結構こうふわっと広がりやすいタイプだから、糸だけで引っ張っても多分結構戻ってきやすいと思うんですよね、うん、なんでショッピングリフトは少し合わせてあげた方が良さそう、うん、で顎下もそうですね、引っ張りつつ引き締めつつはやってあげた方がいいかな、うん、ここ気になりますか？
ここはまずボトックスで緩めてあげて、あとはここちょっと押さえるのと引っ張るのとをどっちもやってあげるのがいいかなと思うんで、ボトックス、糸リフト、あとはショッピングリフトを合わせるが良さそう。ここはショッピングリフトで押さえてあげたり糸リフトで押さえてあげたりするのがいいと思うんですけど、喋ってる感じでもちょっと口角がこう少しこう下に下がりやすい、うん、から他の筋肉を緩めてあげるのはやってあげた方がいいと思います。なんでボトックス、うん、はやってあげた方がいいかな。僕ね、はいはい、そこはヒアルロン酸かなってちょっとだけこう形を出してあげて、下唇と上唇のボリュームの差がちょっと出てきているので、上のボリュームはちょっと整えてあげてもいいかなと思います。これはやっぱり筋肉の動きで出てるものなんで、そこはやっぱりボトックス。ここの刻まれちゃってる後のところは直接浅い皮膚を少しこう持ち上げてあげるっていう意味で、ベビーコラーゲンっていうのを直接注入するっていうのをシワのところにやってあげても良さそう。Она сделала только это, она сказала. Можете без обратно. ちょっと結構ね、昨日からあのお母さんが結構緊張しててどうなのお母さん、結構今日は緊張してるの？緊張があって、でも嬉しい。嬉しいの分かってるよ。緊張するより嬉しいの方がワクワク、ちょっとワクワクしてる感じなの？それそうよ、なんかすごい嬉しい嬉しいよね、本当にびっくりして嬉しくて、ありがとうございます。まあ今日はじゃあね、私もちょっと最初付き添いして心配しないように横にいて、お願いします。でママもね綺麗になって、楽しみだね。ママ楽しみ、楽しみだね。よいしょ、それではママと一緒に施術していきたいと思います。もしかこいなもしもやなママチェペリコだ。Значит, очень сильно как бы на углеводы, ну, есть влияние. Оттакай. Тут оттакай, конечно, здесь, да? Ну, да, да. Дежурный. Мы чудо, мы чудо. Майори, дензи маши. Саки на итай. なんかすごい水が感じる。そうですね。いつから寝る？まだ寝ないです。まだ寝ない。してない。リラックス。今は本物にリラックス。施術してもらってから3ヶ月経ちました、はい、お母さんどうですか、施術してもらって。ここの顔の心地のところがね、そのたまに感じる、なんかいつもこう糸がちょっと引っ張られてる。でもまだね3ヶ月ですもんね、ちょっと引っ張られる感覚はねあるかもしれないけど、でもすごい自分は変わったなって思ってて、結構リフトアップされてるっていうか、すっきりしてちょっとこうちっちゃくなった感じありますね。丸くなったって感じるんですよ。もともと長が変わるでしょ。丸くなったって聞いたんですけど。
肌のね、すごく良くなったよ、質が、うんうんうん、あとね、化粧のりのがすごい、あ、全然違うよ、うん、やっぱ内側からね、コラーゲンやっぱ作られてくるので、お肌の張りツヤとか化粧のりが変わってくるっていうのは変わってきてるよ、うん、意外とやっぱりお客様は言ってくださる方多いです、うん、なるべくナチュラルにやってもらって、ね、そう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 、だからもう大満足ありがとうございます。今回はアスマさんにやっていただいた施術は、ハイフとダイヤモンドチップっていう、そのあのレーザーを使った顔のこうたるみとか小顔の施術ですよね。あとは、リフトアップさせるとか引き締めるっていう目的で、糸リフトとあとショッピングリフトっていうのを合わせて使わせていただいてます。あとはもうボトックスもちょっとさせていただいてるんですけど、やっぱりたるみっていうのは大体やっぱ30代中盤ぐらいから徐々に皆さん気になってこられて、50代60代ぐらい、上だと70代とか80代とかの方もやっぱり施術を受けていただいてるんですね。でなのでやっぱりその30代以降の方たちにとってのある程度ナチュラルに変化が出せるっていうところで言うと、やっぱり糸とかレーザーとかを使って複合的にこうナチュラルに若々しく見せていく、で自分の年齢よりもちょっと若く見えたりとか、いい状態で年齢を重ねていくっていうところがやっぱりこの施術一番得意なので、あんまりねこう不自然にはせずナチュラルにやっていきますので、ぜひこれを見て興味持たれた方はご相談にお越しください。今回はね、お母さんに誕生日プレゼントでね、施術をプレゼントさせていただいたけど、お母さんもすごい気に入ってるみたいです。結構満足してるみたいだから、ちゃんと見て今確認したの大丈夫かな。なんかすごいこの感じ大丈夫かってちょっと見たけど、いやでもいいですよね。うちももう30歳やから徐々に今から気をつけて美容を気にしなければいけない年齢かなというふうに思ってるから、とりあえず今回は先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。